皆さん、こんにちは。ひろきたかしのマーケットトークの時間になりました。東京は今日ぐっと肌寒いですよね。最高気温で21度までしか上がらないっていう方が朝やってましたが、僕もモーニングサテライトを終えて、モーニングサテライトを終えると一仕事終わってるっていう感じなんですけど、家帰ってきたら7時ぐらいで、そこから犬の散歩に行きましたからね。いつも夏場だったらもう本当の夏は4時台、夜明け前に行くっていうぐらいだったのが、それがついね、1ヶ月ぐらい前までそんなような生活してたと思ったら、だんだん涼しくなってきて、もうついに今日は7時過ぎまで犬を待たしておけたっていうね。帰ってきてから散歩に行きましたけど、もう上着がないと寒いぐらい、上着着てても寒いぐらいでしたね、今日はね。ついこの間まで本当に半袖の T シャツに短パンで行ってたかと思うとですね、だいぶこう季節の移り変わりが早いなと。だからやはり昔から暑さ寒さも彼岸までってねいうことはありますけれど、その通りなんだと。ここのコーナーでも繰り返し言ってますけど、昔からのこの気象パターンというのは全然変わんないですよね。本当にすっごい、どんなに暑くても、8月の後半、ちょうど甲子園が終わる頃ぐらいになると、ちょっと朝晩は涼しくなると。でもまだ9月残暑がずっと続くんだけど、その残暑もですね、暑さ寒さも彼岸までなんですよ。本当こればっかりは不思議ですよね。気候変動とか言ってもこのパターンだけは維持されてます。だから一回一回がすごくこうスパイクがでかいというか、暑くなるのがまあものすごく暑い。今年の夏もその最高気温の記録更新が続いたり、もう大雨になるとまあとんでもなく雨が降って、また台風12号が来てるから、皆さんもぜひ警戒をしていただきたいんですけれども、なんかそういうものが、災害とか大雨とか豪雨とかこう猛暑とか、そういうものの度合いがこうすごくこうテンスが強いというか、そういうのはこうあるんだけど、周期というパターンは同じなんだろうなと思うんですよね。不思議ですよね。これやっぱり株にもそういった相場にもそういうところがあるかどうかというところなんですけど、まあ株のサイクルもあんま変わらなかったりする部分もありますけどね、昔から。ということで、じゃ今日は今、一番32のいいねを集めて一番多い桑名の美穂ちゃんさんからのご質問からスタートしようかと思います。先週末からの欧米株安を心配していましたが、本日の日本市場への影響は今のところ軽微なようです。今後の展開は年内2万4000を目指すとのスタンスでよろしいでしょうか。引き続き先物は現物より 1-2% 安く推移していますが、というんですけど、これ最後 の、 先物が現物より 1-2% 安く推移しているのは配当落ちのためですね。現物にはまだ配当がついてるじゃないですか。現物の日経平均、全部が3月ものじゃないけども、大半が3区決算で、9月の権利付き最終売買日が28日ですから、そこまでは配当分を含んでるわけですよね。で、翌29日になると配当落ちするわけです。で、今取引されてる先物ってのはもう12月切りでしょ。なので、12月ものは、その分配当がもう落ちた後の価格で取引されてるんで、現物に比べて安いので、これでフェアバリューですね。ということで、現先のスプレッドはこうキーまたぎの時ってのは特に大きくなるので、3区の時はでよくシカゴの日経平均なんかで、ね、もう見て、ああ昨日こうだったからこうだみたいな、今日の予測する時にもう配当落ち分が、ね、あるんで、だから今日僕も朝ね、申し立てで、いや、シカゴの先物は2万3000割れましたけど、東京は割れないと思いますよみたいなね、こと言っちゃったんですけど、その配当落ち分のこともあって、もともと安いんで、先物の方がね、そういうこともありますということです。で、先週末からの欧米株安を心配してたということなんですけれども、朝も言いましたけれど、4連休で救われた部分がありますね。
本当にこう真っ暗だったところは見てないわけだから、見てないわけだからって見てんだけど、マーケット開いてなかったから、それをもろにこう反映する場がなかった、する場が閉じてたってことですよね。為替の104円とか、あんなの見てたら本当にもっとね、まあ、ダウの500ドル安もそうですけど、ダウ一時900ドル安して、引けで500ドル安して、金曜日の下げから通算なら750ドル下げてるわけだから、それで為替がようやく円台って言ったらね、これも軽く2万3000なんか割ってたとこだと思いますけど、まあ、4連休で救われたっていう感じですよね。まあ、それがあるので、それがあるのでっていうわけじゃないですけども、まあ、年内は2万4000円でいいと思います。僕も、そういう想定で、来年の予想なんかを出してますので、いいと思いますね。心は広き、志は高しさん、いつもどうもありがとうございます。今朝の申し立てで、日経平均8月のマネーストックはバブル期以来の伸びという説明をされておられましたが、逆に今後バブルが弾けるとしたら何をきっかけにいつ頃と予想されますか。まあ、マネーストックが、まあ、伸びたっていうことですが、要は今まで逆にマネーストックは伸びなかった。日銀はマネタリーベースをずっと拡大して、債券を買い入れ、国債を買い入れて、銀行にお金をせっせっせっせ上げてんだけど、その銀行は全然使わないで、また日銀に預け返したりすると。でも銀行と日銀の間でぐる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 お金がですね、国債お金で交換がずっと繰り返されてるわけですね。だからそれは市中にお金出ていかないんだけど、今回市中に金をばらまいたのは実は日銀じゃなくって、まあ日銀は銀行にお金をですね、銀行のお金は企業向け貸し出しっていう点では、まあ、ものすごい出ていきました。だからそれでまたマネタリーベースもガッと増えてるんだけども、まあ、その裏にはやっぱり政府の後押しがあり、信用保証協会の信用丸ほつきでみんな貸してるから銀行ノーリスクで貸せるんで、まあ、銀行貸し出しが、まあ、コロナ支援という名目のもとにダーッと行われて、それはもう本当にその零細企業から中小企業まで全部こうバーッとこうお金が振り込まれる、まあ、ほとんどそれ家計みたいなもんですから、零細企業っていうのは一緒ですから、まあ、で実際家計の方には10万円配られてるわけです、みんなのところに。なので、まあ、ものすごいお金が今ありますということですが、まあ、要はバブル期以来のまあ伸びなんだけども、今後、まあ、そのバブルが弾けるとしたらって言ったら、まあ、今はまだバブルじゃないですから、大丈夫です。バブってないですからね。今お金がお金としてまだ存在している以上はこれはバブルになってない。だからこのお金が、まあ、本当にそれこそ席を切ったように株でも不動産でも流れたら、まあ、それはな、まあ、ちょっとしたことで調整するんですけど、まあ、バブルが崩れるきっかけというのはいつの世も利上げですね、まあ、もしくはまあ中央銀行の引き締め、90年代初頭に91年ですか、まあ、バブル崩壊されているのは、株はもっと早く89年が末がピークでしたけども、まあ、それは日本のバブル崩壊をまさに予兆してたわけで、で日本のバブル崩壊の引き金を引いたのは当時の日銀の三重野総裁が行った総量規制というやつですね、まあ、政策じゃないんだけど通達なんですが日銀が出した、まあ、この総量規制で、まあ、要は今の逆ですよ。今の QE は量を拡大、量的緩和だから、その逆で量を絞るっていうね、総量規制ということで、バブルが弾けてしまった。だからいつの世の中も、まあ、このご質問へのお答えとしては、今はもう本当にジャブジャブに世の中にお金が溢れてます。だけどお金がお金としてまだ存在されて何にも使われてません。だからバブルは起きてませんと。これが今後どん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 株式市場や不動産市場に流れ出し、 PR なんかもっと拡大して理屈で説明できない水準まで株が上がって、それがバブルなんですけれども、それが崩れるのはいつの時代もいつの時も中央銀行による引き締めということであります。心は広く、志は高橋さん、デジタル庁の新設で DX がデジタルトランスフォーメーションが注目されていますが、政府がデジタル庁を新設するのは2年後です。1年以内に菅政権はとっくに解散してますが、先物買いはきちっと出ますでしょうか。そうなんですよね。
デジタル庁っつっても言葉先行期待先行で遅いですよね。これじゃあね、デジタル庁ができるの2年後って何そのスピード感っていうぐらいに遅いですよね。むしろこの1年で全部やっつけちゃうってことでしょ。この1年でダーッとやって1年後にはもう全員がマイナンバーカードで、これでもう納税から何から全部電子政府の行政手続きとかできるようにしないがおかしいですよね。だいたいマイナンバー導入の時にマイナンバー通知書っていうのが送られてきたじゃないですか。要は紙は全員のところに送られたのに、なんでマイナンバーカード作って送りつけなかったかってことですよね。そうすればもうこんな問題終わってたわけですよ。まあそれは結局使える人とか使えないとか、使い方の指導がとか、まああるいはその役所のあれとか、まあいろんなことあったんでしょうけど、じゃあ今ね、それが問題だったら、マイナンバーカード の普及を目指すとか言って、ポイント還元とかってやってるより、作って政府が全員分、送りつければいいじゃないかと僕思うんだけど、なんでそんなことができないんだろうって思うわけです。で、そのデジタル庁を作るその組織委員会みたいなのができて、それの庁が担当省が平井さんなわけでしょ。でデジタルに詳しいとか言って、で要はその昔の科学技術庁何やってたんだっけ、 IT 担当省だったわけでしょ。でもデジタルも IT も同じじゃないですか。言葉変わってるだけで、要は日本のデジタル化の遅れっていうのは日本の IT 化の理由が進まないって言い換えたって同じことじゃないですか。だからその日本の IT 担当してた大臣が、そのおかげで全然日本の IT 化が進んでないわけだから、それがまたデジタル庁 の創出のメンバーになってね、でここから2年かけて作ります、トップには民間人を起用しますなんて、そんな悠長なこと言ってる場合じゃないんじゃないかっていう、もうこっからしてむちゃくちゃスピード感ないですよねということなんで、ダメダメだと思いますよ、政府のこのデジタル庁なんとかっていうのはね。もうデジタル庁ができるのは2022年ですか、1年なのか、よくわかんないんだけど、それ聞いてああっていう感じになっちゃいました。ただ1年以内に菅政権はとっくに解散していますが、だからこれ解散していますがというか、これは解散は当然しますよ。で、だって衆院の任期が1年しかないんだから、そうすると任期満了 の選挙なんてないので、当然1年以内にどっかで解散します。ただ夏が参院選だとすると、それとまあダブルっていうのはねあるんだけど、ダブルはあるんですが、まあちょっと世の中の批判をそこまで無体なことするかっていうのもあるんで、まあ、ちょっと考えるとどうなんだろうね。まあ、でもどっちにしろやるでしょう。だから参院選前だと思いますので、要は来年前半にはあると思うんで、でそれは買いなんですよ。結局これまでの安倍政権もそうですけど、解散総選挙じゃなくてもこういう国政選挙で与党が圧倒すると、圧勝すると、そこからもう外人がガーッと入ってきて、株高になるっていうのがこれまでのパターンなんで、まあおそらく解散で与党が勝って、でまた外人買いだから、まあ先物買いは、まあ、先物でも現物でもいいんですけど、とにかく買いは正解だと思います。もうずっと心はひろきさんの質問ばっかり続いてるんですけども、 FOMC 後不透明感の強い米国株にあってナスダックは 10% 強の下落となりましたが、 GAFA は今おしめ買いのタイミングでしょうか。これね、ちょっと次のアルファが第3とこう合わせてお答えすると、ヨーロッパで新型コロナの感染者が急増しています。日本ではシルバーウィークに人出が急増したため、2週間後に感染者数が急増する可能性が高いです。今はそれを見据えた銘柄選びが良いですか。答えはやはりGAFAのおしめ買いということです。でももう遅いですよね。アップルとか買われちゃってますからね。まあでもまあそれ言ったら高値から、まだその高値から見れば、まあ確かにその、押してるかなっていう感じはするんで、まあ、いいと思いますよ。結局、そのアルファが第3の話となんで関連してるかっていうと、今足元の
株安は、アメリカの株安はリスクオフなんですよね。もう一回感染者数がガッと増えました、でイギリスでは1日あたり5万人感染するかもしれないみたいな話が出てきて、で再びロックダウンだとか警戒レベルがレベル4に引き上げられたとか、まあ、そういう話ですね。でヨーロッパ 全体の方ももう一回そのバケーション終わって、感染者が増えてると。だからこれもこのパターンはもうその定着しつつあるわけですね。規制をその緩めたらまた増える、だからまた規制する、このいたちごっこなのかっていう。でももうこれは本当にワクチンができて普及して、でワクチンができたと言っても効くのは半分ぐらいだみたいな話がまたあったりとか、ちょっとやっぱりこれはまたダメなんじゃないかみたいなリスクオフになってるわけですね。それでドルが買われて、いや円高になったでしょ強烈に。でもこれドルも買われてるんですよ。だからドル高円高なんですね今ね。ドルインデックスもすごい買われてます。なので、で金利が下がると、すなわち国債も資金逃避で国債にもお金が入ると、だからリスクオフなんですよね。ただまあ3月に見せたような強烈なリスクオフじゃないんで、まあミニリスクオフぐらいですけどね。だからまあ金なんか逆に売られてますけれども、まあ、そういう中でダウは下げるけどハイテク株は下げないという展開になってきたじゃないですか。ここのところ月曜日にニューヨークダウ一時900ドル下げて終値で500ドル下げた時もナスダックの下落率って 0.1% ですからね。アップルとか買われてるんですから。で昨日の戻り見たってダウ の反発に比べてナスダックは 1.8% ぐらいの反発してます。だからここで来てコロナの再感染の懸念というリスクオフになると、リスク資産にお金が流れる一方、株式市場で買われるのはハイテク株という、つまりこういうガーファーとかはそのコロナ禍でもかえって業績が伸びるということでずっと買われてきたので、もう一回コロナの不安が強い局面はガーファーという流れに今なってんだろうと思います。ユリナさん初登場ですよね。ドル円は104円まで下落しましたが年末にはどのような動きとなりますか。ちょっと大統領選のところでガシャガシャガシャっていうのになるかもしれないんですが、まあとりあえずそれまでというかあっても、まあ動かないということでしょう。っていうのは金融政策に動きがないからですね。2023年までもうこういうことにしちゃったんで、アメリカはフォワードガイダンスで利上げしませんみたいなこと言っちゃったんで、で日本はもう何もしようがないから、まあ、要は双方手詰まりで、動かない。だからこういう今日のその、まあ、今申し上げたようなコロナのリスクオフみたいな時になると円が買われたりするわけですけども、それでもドルも一緒に買われるわけだから、そういうリスクオフリスクオンだとあんまり動かないんですよね。だからむしろそのリスクオンになって、この間までみたいなユーロとかね、ユーロドル豪ドルそういったものにこうお金がいってのドル安となると、ドル円クロス円でもまあどうなんだろうな、それで円安にはならないですからね。ちょっと厳しいよな、まあちょっと動きようがないかもしれないんですけども、ただまあわかんないです、昨日のそのシカゴ連銀のエバンス総裁なんてハト派のくせに、インフレが 2% いかなくても利上げは可能みたいな意味不明のことを言ったりしてですね、それでまあ僕はドル円が戻ったんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、そういうこと言い出すやからも出てきてますから、さすがに2023年までは長いだろうっていうムードがちょっと出てるんで、フォワードガイダンスの修正みたいな話になってくるとまた一気にドルが買われるって展開になるかもしれないです。でもそうだとしたらフォワードガイダンスって何なのっていう、空手が高いよっていうことですけどね。まあそういうようなことだと思います。武藤さん、欧米におけるコロナ感染拡大のニュースとブラックマネーのマネーロンダリングの話は今後の株価にどのような影響を及ぼすのか教えてください。まあ、コロナ感染再拡大は、まあ、今言った通りなんで、まあ、これは当然そのリスクオフを誘います。ただリスクオフで金利が下がるとなると、それは株高の要因ですから、そっちはポジティブです。だからハイテク株なんてのは今もう一回買われ直してます。
なので、コロナ感染は悪いことなんだけど、ただそういう悪いことで金利が下がるということは、ハイテク株にとってはプラスということになってきます。マネーロンの話はですね、HSBC から始まり、JP モーガンなんかにも波及したんですけども、まあ、短期的に今は悪材料視されてますが、まあ、もうちょっと終わった話でっていうことになって、多分株価的にはマーケット的にはもう深追いしないと思います。この手の話はいいか悪いかは 別ですけどね。そういうようなのがマーケットだと思います。ああ、ジュンジュンさんはこういう、僕はまさにそのあれなんですよね、だからそれではそうそう、今言ったばっかな話、市場への影響は、もうだからそれでちょっと105円まで戻したんじゃないかなと思ってるんですけどね。なぎずなさん、ワクチンができてもコロナは収束しないという見解についてひろきさんの意見を聞きたい。つまり拡大さえしなければいいのか、逆に収束を見込んで今の株価を形成しているので下落リスクがあるのか。まあ、あの、僕はこういう感染症の専門家でないので、ワクチンができてもコロナは収束しないという見解については分かりません。そうなのか、そうでもな、そうじゃないのかっていうのは、あの、いや、わからないです、正直な話。だから問題はどういうワクチンなのか、どういう効き目なのかって、これだって誰だって誰もわかんないでしょ。だからこれ、ワクチンができてもコロナ収束しないっていうことを言ってる人の見解は、あの、今日モーサデで紹介されてたのはシンガポールのドクター、シンガポールの博士が、そういうこと言ったんでしょ。多分そのワクチンができても効く人が 50% ぐらいだからと、だから全員に効くわけじゃなくて半分ぐらいにしか効かないんだみたいな話だから収束しないって言ってるんじゃないですかね。まあそれはだってまだ物ができてないんだから、どのぐらいに効くのかなんて分かんないじゃないですか。だからこれはもう誰にも分からないっていうことですよね。で、ただ問題は拡大さえしなければいいのかって言ったら、多分そういうことなんだろうと思うんですよ。だからコロナがいる生活が日常として、だからウィズコロナなんていう言葉ができてるのはそういうことでしょ。だから外出するときにはマスクして人と会うときにマスクして密を避けて、で、まあ、できるだけ、まあ、そういうその外出自粛みたいな、不要不急の外出は避けてみたいなのが日常化していくっていうことなんじゃないですかね。で、それでまあ経済が回るならそれでいいというね。あの、ただ飲食店とかエンターテインメントとかね、まあ、演劇とか観劇とか、まあ、そういうのはちょっと全部は戻んないですよね、旅行とか。ただまあその8割経済ってね、今日も渡辺先生言ってたけど、まあ、そういうような、あの、状況になってなるんじゃないかな。だから完全に収束するのを見込んでるわけじゃ今の株価はないので、まあ、その、なんだろうな、完全にはなくならないけど、まあ、ピークアウトっていう、それをこう今の株価は見てるんじゃないかなと思うんですね。ちょっと、あの、心はひろきさんばっかり、あの、お話ししたので、次のタコさんに行こうと。菅内閣の下でドコモやソフトバンク株が低迷しているが、この先浮上のきっかけはあるのか。まあ、あるでしょう。つまり、あの、まあ、決着、この問題決着すればいいんじゃないですかね。通話料金引き下げて、で、まあ、あの、それで自由な競争にすればいいんじゃないかなと思うんだけど、自由競争にね、と思いますけどね。アットスペースさん、今年今後半年で日経とニューヨークダウンのそれぞれの高値と安値、その時期の予想を教えてくださいって。今後半年、今年度中、3月までぐらいだと、あの、日経平均は2万5000円ぐらいですかね。やっぱ3月ぐらいじゃないですかね。あの、こう後ろに行けば行くほど、まあ、経済回復の見通しが高くなってということだろうと思いますね。ダウはね、まあ、ダウは下手すると3万ドルいっちゃうかもしれないですよね、3月ぐらいにね。だって今2万7000ドルとすると、あとだって2700ドルぐらいでしょ。2700ドルぐらいつくことは1割上がるってことですからね。だからまあ、あと半年あればダウ3万ドルっていうのはあるかもしれないですよね。森
花江さんでよろしいでしょうか。月曜日の下げの時米株買いたかったんですけど買えませんでした。今年の米株、日本株の買い場はいつになるでしょうか。売るのはいつ、銘柄は。売るのはまあ当分まだ売らなくてよくって、なぜならまあ景気サイクルでいうと景気の今大底が入って、ここからまあ盛り返していくところだから、まあしばらく売る必要はなくって、買い場はまあそんな底値は買えないので、まあちょ月曜日みたいに下げた時に、ちょこちょこ買っていくっていうのはいいと思いますね。銘柄はだからガーファーみたいな、ああいうハイテク株がいいんじゃないかなと思います。金八さん、米国のゼロ金利策の期限が2023年まで続くと発表がありましたが、まだ株価調整とドル安は続いているようです。これは一時的なもので先行きは米国株高が続くと見て良いでしょうか。またコモディティに関する見立てはいかがか。おっしゃる通りで、株価調整は一時的と思えばいいんじゃないかなと。まあ株高はまだ続いていくでしょうと思います。コモディティも同じで、要はインフレなんで、今お金がこれだけジャブジャブに世の中有り余っている状況ではインフレになるという、ことが世の中の道理ですから、あふれ出てるものは安いわけですよ。そこにいっぱいお金があるものは誰も欲しくないので、お金以外のものにしようと思う。したがって、まあ、コモディティなんかも買われるでしょうと思います。うん、まあ今泣き面さんね、ひろきさんが指摘するように金余りゼロ金利の時代だからこそダウは下がり、ナスダックが上昇する。日本で言えばマザー指数が上昇する銘柄選択がより鮮明になるのかっていう、まあ日本の場合はあんまりマザーズってもこれだみたいなのがあんまりないので、ちょっとアメリカのナスダックとはね違うかなって気がしますね。 DX さん、個別銘柄で恐縮です。デジタル銘柄のチェンジですが、分割発表後から大きい押し目がなく上昇し続けてます。いくらくらいまで見てくれ。いくらくらいまでは分かんない。そんなのは分かんないですよ。それはもう分かんないし、行くとこまで行くとしか、ついていくしかないんですよね、それはね。吉野家はどうか、外食には手を出さない方が。吉野家は別じゃないですか、別にああいう低価格路線で、クオリティが良くてファンがついてて、で今テイクアウトもできるし、今っていうか昔からですけど、テイクアウトができる外食は大丈夫じゃないでしょうか。秀夫さん、武田製薬の事業再編はどのようにお考えでしょうか。庶民に馴染み深いアリナミン V などが武田でなくなるのは日本人として少し寂しい気がするんです、まあ、しょうがないですよね。会社としての生き残りをかけてるっていうことですからね、はい、台風よサレさん、まあ、本当にね台風よ去ってほしいですけども、アメリカ大統領選は私の中ではほぼトランプで決まりと見ています。その際左派支持者による暴動が各地で起こるのではないかと思っています。結局のところどちらが勝っても株式市場には不利となり下落が続くと見ますが、どうでしょう。逆でしょうね。どっちに転んでも株に不利なことはないでしょう。バイデンならどうなの、増税でしょって言うけど、じゃあそんなすぐ増税するのと、このコロナの時に考えた時にね、まあそれはやっぱり臨機応変にやるでしょうということで、でむしろそのトランプ、バイデンになれば対中国との、関係もね、覇権争いは変わらないけど、今みたいな関税っていうやり方じゃないかもしれない、し、どっちもどっちなんですね。のぞみんさん、今朝テレビ拝見しました、ありがとうございます。アメリカでコロナ拡大してますが暴落は考えられますか。いや暴落っていうことは考えられなくて、ちゃんとやっぱり今回も、まあ、金利とかそういったことに対する、まあ、あるいはリスク感濃度とかに対する調整だったと思います。あと1分しかないので、まあ、じゃあしょうがない。株之助さん、ハイテク株を大量保有するソフトバンクのグループの株価ナスダックに連動する、連動はしないですね。はい、FF さん、昔のマネーロン疑惑がメガバンクに出てますが、配当通りしていいでしょうか。この熊津の配当通りは大丈夫じゃないですかね。
高木さん、世界ではコロナ禍が拡大傾向にあり、それに伴って世界的に株価が下がっているが、来年もコロナが収まらないとして株価はどのような推移をするでしょうか。まあ、完全には来年も収まりませんから、でもまあ右肩上がりでいくと思います。その根拠は最悪期は過ぎているということです。それから最悪期は過ぎているということは景気は拡大期にあるということです。で、徐々にコロナに慣れ、完全な収束はないんだけど、ウィズコロナの生活が回り始め、そして最悪期に比べて業績も景気も良くなる。それを受けて株価も上がる。おまけに政治が新しくなり、構造改革の期待で外国からのマネー流入にも期待できると、まあ、こんなようなことをこう総合的に考え合わせるとですね、まあ、来年の日本株結構いい年になるんじゃないかなとは思います。それでは皆さん、また来週。